こちら各選手の成績となっております。宮城選手5勝2敗、佐々木朗希防御率 1.41、 及川投手防御率 1.40、 西純也27回19奪三振、岡林2割8分7厘、紅林幸太郎3ホームラン14打点、石川選手はなんと5本塁打です。奇跡の世代や、ガチで楽しみな世代や。誰か抜けてますよ。奥川って投げてるの？ちなみに我が国が誇る愛子内親王もこの世代や。紅林こんな打ってたんか。投手は史上最強かもしれんけど野手もなかなかええやん。及川が普通に良くて草。奥川もそろそろ上がってくるんやろ。前回154とか出してたし楽しみやな。逆張りで佐々木より宮城すごい言ってるやつおるけど余裕で佐々木よな。宮城は若い可愛い言われるのに、なんで紅林は死にかけのベテランみたいな扱いなんや。長岡もフルスイング強のせいでぐちゃぐちゃになっちゃった。ロッテの横山もええぞ。シンカーの精度が課題だが。この世代は完全試合ローキおるだけで強いから。それに加えて宮城や岡林もおるからええ世代やわ。6年後の WBC は優勝できそうやね。間違いなく数年後この世代がプロ野球界の中心になってるから、今年のドラフトではとにかく大卒を確保すべき。皆さんは、この最強世代についてどう思いますか？いや、他の世代が最強世代だという意見も大歓迎です。ぜひご意見を寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。